皆さんどうもこんばんは、すももです。今日は第3回転職会議を行います。で、今日朝お姉と電話で話をしてました。まあ、私が転職に悩んでることとかいろいろ相談に乗ってくれてすごいありがたいです。で、お姉になんでより給料の高いところで働きたいのかっていうことを、まあ、問われて、まあ、実際に私もそこが明確になってへんと、まあ、今の職場とかなんか仕事より給料が高いのは大事なんですけど、その給料がなぜ高いところがいいかを明確にしてないとなんかブレちゃうなと思ったので、 YouTube でアウトプットしたいなと思って今日の動画を撮ります。で、なんで高いところに行きたいかっていうと、私すごい今もディズニーの T シャツ着てるぐらいめっちゃディズニーが大好きで、まあ、関西に住んでるので、そんなディズニー、まあ、ディズニーリゾートに、まあ、年に1回行け、もう最近もコロナで厳しいので去年は行けたんですけども、今年は無理かなって思ってて、まあ、でもやっぱりディズニーは行きたいです。まあ、ディズニーってすごい言い方悪いんですけど金の国なんですよ言うて、でもこれ言ったらダメなことなんですけど、お金を出せば出すほどディズニーって結構いい思いができるんです。で、結構その今のもうコロナ禍でディズニーのチケット買う自体が困難だと思うんですけど、去年 GoTo トラベルをやってた時にディズニーホテルのディズニーホテルでも 35% オフが適用されまして、で、私はずっとディズニーランドホテルに泊まりたかって狙ってたんですけど、やっぱり三大ホテル、ランドホテルとミラコスタと、もう一個名前忘れちゃったディズニーファンかよお前って感じなんですけど、まあ、三大ホテルはもうめっちゃ予約が多くって取り合いが激しくって取れなかったんですけど、セレブレーションホテルっていうところができて、そこはちょっと、まあ、三大ホテルに比べたら安いんですけど、まあ、ちょっとディズニーリゾートからも離れててバスで行かなきゃいけないんですけど、すごい、まあそれでもやっぱり草っても、ね、ディズニーホテルなのですごい良かったんですけど、やっぱりそのディズニーホテルに泊まると特典がいろいろあって、ディズニーホテルに泊まるとチケットが確実に買えるんです。で、まあ、今ちょっとディズニーの情勢もいろいろ変わってるのでちょっと終えてないんですけど、で、今入場制限とかいろいろあって、まあ、チケットもすごい争奪戦なのが、ディズニーホテルに泊まると宿泊者は買えるわけですよ。それで、で、やっぱりディズニーってお金を出せば出すほど結構その見たいショーを指定席で撮れたり、なんていうかな、すごい、まあ私あんま乗り物は乗らないんですけど、ファストパスかな、それもなんかもう今情勢がすごい変わってんのであれなんですけど、お金を出せば出すほどすごい特典とかがもらえるいい思いができるので、それで結構ディズニーが好きだとお金を稼がないといけないんです。で、私結構ディズニーが好きになったのが25歳ぐらいの時で、それまでは全然お金稼げなくていいって思ってたし、むしろ結婚して専業主婦になって楽したいって思って、もう働く気力もなかったバカな女なんですけど、それがディズニーを好きになったことによって、もうガンガン稼いだるでっていう人に変わっちゃって、で、そっから結構割とのし上がっていったんですけど、で、ま
のし上がったのはいいけど転落もしちゃって で今の職場すごいいいとこなんですけど、なんだろう、やっぱりいい給料のとこに行きたいっていう欲がすごい働いちゃって、まあ、こうやって YouTube やって YouTube であわよくば稼ぎたいって思ってはいるけど、まあ、YouTube 趣味って趣味な面もあるんですけど、やっぱり稼げるようになりたいっていうのがあって、まあ、それでいろいろ悩んでます。うん、そんでの続きが分かんないんですけど。まあ、で、そう。で、お姉に言われたのが、給料高いところってやっぱりそれなりにしんどいと思うって言われて、まあ、今の職場は、まあ、言い方悪いんですけど、ぬるま湯で、まあ、妥当な金額、まあ、妥当な賃金そのだと思って、そのおっしゃる通りだと思って、まあ、それなりにお給料がいいとこに行くのはそれなりにしんどい思いをしなければならない、なのでその覚悟がなあるかないかだと思うって言われて、その通りだなって思いました。で実際そのまあいろいろ最近求人とか見てて、あここいいなと思って、まあ給料が高かったり週4日で今の週5勤務より給料が高かったりするんですけど、まあ実際やっぱりそれってしんどいことも多いなって思ったら、やっぱりちょっと一歩踏み出せない自分がいて、まだ覚悟が足りてないなって思いました。まあ覚悟が足りないって思って、そのまま今の職場でもっと今の職場でもいろいろ学べたりスキルアップできることがあると思ったので、まあ次しんどいところしんどいというかもっといい給料のとこで働くために今の仕事でもっとできることを極めて、まあ精神的にも肉体的にももっと強化して次のステップアップができたらいいなと思って、あ最後ちょっとまとまったまあお姉と今日話したことをちょっとアウトプットしてみましたので、お姉もこの動画を見てたらいいねをお願いします。バイバイ。